野原テキスタイル株式会社は福山市内でデニムの生地を製造している会社です。当社がいろいろデニム生地を開発している中でアップサイクルの商品も多く開発しています。2025年世界バラ会議福山大会が開催されるにあたって市の花であるバラ、このアップサイクルされた原料を使って福山市の基幹産業である繊維産業、これを掛け合わせて新たな福山の魅力を発信できればと思っています。高松製作所は機械加工を行うものづくりの会社です。主役は社員、オリジナルの人材教育や技術向上を目指しチームワークある会社を目指しております。グリーンなものづくり企業にチャレンジし、社会と人に優しい企業を目指して日々実践しております。企業の成長や人材確保につながる、それが地域全体の力になると思っています。